おはようございます。手術をしてから丸2日経ったね、3日目に今日なるかな、月曜日です。ジャン君、夜中の間に縄抜けまたしました。多分1時間半から2時間ぐらいこの、エリザベスカラーなしで過ごしたようです。不思議と4時半に目が覚めた黒犬は見てびっくりしてですね、付け直しを孫にママさんと2人、これね2人でやらないと難しいんですよ。1人でやるとすごく嫌がって逃げるので、で、その間にちょっと見せて、大丈夫だよね。私1人でやった時大丈夫だった。あ、そう、うん、このポッチ、ここかな、多分、おかしなことにはなっていないと思います。出血もないしね。大丈夫でしょう。なんでこれ、こんなのが取れるのかわからないよ。多分、3時ぐらいまでは、ジャン君首のつけたまま、このベッドの、テーブル下のベッドにいたと思うんだよね。はい。まあ、1時間から1時間半の間、取れてたということですね。もうちょっと、気をつけます。ただ、2日経って、現状、だいぶ、もう、綺麗になってきてる気がするんだよね。どうしても無理に見ようとすると嫌がるので、あれなんですが、猫さんの治癒能力かなりすごいと知ってますので、まあ今週いっぱいはねできる限りこうやってつけときますけど、3日ぐらい経ったらだいぶいけんじゃないかな。今日一日頑張ってもらえればというふうに思っております。頑張ります。ジャン君おしゃれ、なんかよくわかんないけどなんて言えばいいのこれ。あ、わかった、車の中があったかそうだなと思って、中に入ったらタイヤにはまっちゃった猫。え、なんだそれ、ジャン君。いいね、ジャン君。いつでも顎の接してだけ手にできていいね。はい、回復しています。今めきめきと元気になっているジェン君です。ご安心ください。